犬を吸いたい、脇安住です。猫を舐めたい。舐めたい。吸いたいもおかしいわ。鈴木えりです。やばい人しかいない。犬吸いですか。犬吸いしたい。美味しいですよね。もうあれないと大変なんですよ。あれ吸いたいよ。口と鼻でどっちで吸うんですか。私はもう両方。全穴から吸い尽くしてます。目から吸ってるから。そう。目からやばい。吸うとこから吸ってね。犬成分吸収していく。怖いよ。はい。今回はメールではなく、はい、テーマトークにお話ししていきたいと思います。はい、では行きますよ。はい。せーの。アゼリー R! 危ない危ない危ない。タイトル忘れそうになっちゃった。忘れちゃいそう。はい、ということで、はい、テーマトークについてお話ししていきたいと思います。はい、お題はアズエリの最近のゲーム事情。あー、これ聞きたい。あー、ゲーム事情。最近アジジは何をやってるのか。最近は、うん、きっとこの頃にはスプラ3をやっているでしょう。お、これから。そうなんですよ。始めると。まだこう実はできていなくて、そう、ちょっと胃が調子良くなかったのもやって、酔っちゃいそうだなと思って、ね、完全に治るまではゲーム控えてたんですけど。そうだよね。そう。でもあの3発売する前、うん、もう2を持ってて、うんうん、ずっとやってなかったんですよ。うんうんうん、やってなかったんですけど、なぜか任天堂さんからなんか、脇さんってスプラトゥーンすごいやってるんですよねっていう風に言われて、え、そのあの本物のっていうか認定の人伝えで、人伝えで、脇さんってスプラトゥーンめっちゃやってるんですよね、腕前いくつなんですかっていう風に言われて、私スプラやってるなんて言ったことないわ。気まずい。そう。で、でも本人に、すいません、私スプラやってないんですよねって、でも今度3発売するから、うん、それはめちゃめちゃやろうと思ってますっていうことを正直にそうお伝えしたから、だからやるからにはまず2からちょっと練習しといて、3までにウォーミングアップしとこうと思ってやってたので、まだ3はできてないんですけど、じゃあちゃんとやってると思います、この頃には。おお、どうですか、エリさんは。あ、でも私もスプラトゥーン3を初めてスプラ触りました。でも初めてだとやっぱ操作むずくないですか。いや、難しい。なんかわけわかんないですよね。わけわかんない。もうすぐインク不足になるし。あ、まあ、そう。でも初めて最初の配信でその3時間ぐらいやったんだけど、なんか多分相手のあの人たちも、はい、多分初めまして、初めてっぽい感じの人たちで、みんな結構ローラーをね、はい、私も使ってるんだけど、ローラーでゴロゴロゴロって言って、一生懸命みんなゴロゴロしてて、背中ガラ空きなのみんな。かわいい。すごい一生懸命やってて、そこを狙って背中からなんか3人ぐらいキルしたりとか。なんか可愛かった、すごい。確かに、なんかあれかもしれないですね。2から引き継ぎだと、なんかマッチするのが同じレベルくらいで、マッチするから、3から始めたばっかの人は、きっと、ばっかの人は、初心者同士で、そう、どうだったのかも。結構、ちゃんとね、うん、あのね、6、4ぐらいでちゃんと勝てた。お、すごい。うん。いい調子の勝率。いい調子だった。何、今ローラー使ってるんですか。いや、なんか楽しいからローラー使っちゃう。幅広く塗れるし、うん、強いし、いいですよね。そうなんだよ。他に何があるかあんま分かってないんだけど。うん、私もそんなに武器は分からないんですけど、うん、なんか最初ローラー使ってたけど、なんだかんだ、シューターに、うん、戻っちゃいました。え、もう一番初期みたいなやつ。あ、そうそうそう。バタ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 。あれ強くない？あれ強い。あれは対面が強くて。あ、そうなのか、やっぱ。私はやっぱ塗るより倒したいって思っちゃう方だから。すごい。戦闘狂だ。そうなんですよね。ぐいぐい行きたいから。でもいつもそのガンの人にやられるから。あれ強いよね、あれ。やっぱこう、ね、射程距離も、うん、ローラーだとあれ。結構近くないと難しいじゃない。いや、そうなんだよね。いるのね。いるのすぐバレるの。そうですよ、ゴロゴロしてるから。全然潜んないから。ゴロゴロしてるから。
いやでも奥深くて面白いですよね。いやすごい面白かった。テドバーはやってるんですか？あ、なんかスプラトゥーンちょっと休憩した時に、はい、テドバーにちょっと画面変えて最近やったりとかしたら、なんかゴージャスさんがコメントで、はい、うんうん、ゴージャスいや寄ってるねみたいなコメント来て、もう写真がさ、うんうん、あのゴージャスさんの写真なの、名前がゴージャスってなって、え、絶対偽物だろって思ってえ、これまだ誰でも写真使えるし、ゴージャスってやればいいし、名前できますよね、絶対偽物だと思って3回ぐらいコメント来てたけど、いやこれ絶対偽物だって思ってたんだけど、はい、なんか LINE 送ったよってコメントできて、で LINE ピローってなって本物だよって本物だ、ごめんなさい、本物ゴージャス、本物だよとかデドマを見てくれてました嬉しいですね。いや嬉しかった。いやデドバもまたやりたいな。いややりたい。そう。ねえ、アジュジュともやりましょう。やりたいです。バイオ来てからまだ私できていないので。おお。やりたいやりたい。超楽しいよ。新しいパークとかもあるんですもんね。そう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 。やりたいなゲーム。はい。いいかなと、うん、ということで、はい、お時間になってしまいました。はい、リアル特別編ありがとうございます特別編じゃない、今日間違えた、特別編じゃないななんかテーマトークだから特別編感しちゃった違うな、本放送でした、本放送でした、はい、失礼しました、はい、番組ではメールを募集しております。メールアドレスはあずえりアットマークセカンドショットドット JP、 あずえりアットマークセカンドショットドット JP、 普通歌含めてどしどし送ってください。各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。あ、安心する、本放送って感じする、よかったそして今週分のあずえりあるは、はい、水曜日24時からセカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開、さらに有料会員になっていただくと過去のアーカイブやデイリアル特別編が聞き放題見放題、会員登録よろしくね。おい、では今回はここまでです。はい、お相手は脇あずみと鈴木えりでした。バイバーイ。